drop! Offside! Drop! あ、もうやりますよ。俺の方が大丈夫ですか。じゃあ、やろうか。みんな行こうよ。
もうね、このね、俺昨日書いたんだけど、成功、あ、じゃあ失敗十分、成功十分ってね、これ今もうかなりこう、成功不十分になっててね。なんつうのかな、まあ俺はどもってんだけど、最後ってさ、俺どもりプライド、あのどもらつんだけど、なんかね、最近どもりやつが多くてね、ファッションでやってるのが多いんだよ。俺はニューヨークスタイルじゃないから、どもりスタイルだからね。なんか、ね、格好つけてね、あのどもったりとかさ、俺とあのドラムのケンちゃんはこんなもんだから。まあどもりをね、このプラスに持っていこうという、結構あ普通の人間よりも酸素かなり吸ってるんじゃないかと。罪だね、罪なやつなんだ俺は。本当だよ、あと俺変態だからさ。そういう中でもゴールドロック、まあ、前進し続けようよと、どんなことあっても、次の曲はそんな感じ。ちょっと俺の、ちょっと一言、あのね、あの感情をやりたいんだけどね。いや、あの、いや本当にあのね、ちょっと感情や、あのやれるんじゃなくてやったりね、あとあのね、あのリモコンライブプレイ、それはね、あの電車の中、公共の場とか、あの突っ込んで俺が遠隔操作したりとかさ、なんかあのデパート演技したりね、あそすごくあの真剣にやりたいんだけどさ、あのそういうあの女の子いたら、あの本当は声かけてくださいと。い
や、これは本当の話でね、うん、俺も真剣なんだよ、もうそんな話はね。いや本当にこっそりでいいんだよ、本当は連絡ください。マジじゃねえか。いや本当だ、本当の考えてるこれ。つうことで、おおあい次の曲、ハードコアアルティメットブーフリング。まあこれがハードコア、俺は大好きだってことで。まあね、ファッションショーじゃないんだということで。まあ俺はファッションショー入ってるからちょっと。入ってねえよ。まあどこでもね、普通の音楽と違うんだよ、ハードコアって。その辺の路上だってどこでもできると思うから、これ。でもできるよ。いや俺はっきり言って別にここじゃなくてもいいから。レオフトの前のところの路上とかいいね。ということでやろうやろう。We'll be right back.
ラスト2曲か。ビートスローリI'm gonna go to the hospital.